日曜日に行われた3回戦に J リーグ18チームが登場したが、4チームが JFL に敗れるという波乱が続出。マリノスは契約問題のエクなのか、わずかシュート6本のグランベルにゴールを許し、5年連続 JFL に屈するという大失態、早くも姿を消してしまった。逆にマリノスに吸収され、天皇杯を最後に事実上消滅するフリューゲルス。しかしその翼はまだ折れていなかった。吉田のハットリックなどで4回戦に駒を進めた。その他コソドレがヴィッセルに参入戦の借りを返すなど、ご覧の結果、簡単に勝ち残る2チームは果たして。そして今夜は年末スペシャル、皆さんからのリクエストに応えて、あんなシーンやこんなシーンの数々をたっぷりとお送りする、98年もう一度見たいあのシーン。この番組は資生堂、富士通とご覧のスポンサーの提供でお送りします。今夜は年末スペシャル、もう一度見たいあのシーンをお送りいたします。はい、視聴者の皆さんからのおはがきをもとに、いろいろなシーンをピックアップしてみました。私もね、いろんなシーンがありましたが、今からどんなシーンが出てくるのか楽しみでなりません。はい、はい、それではその前にちょっとですね、 J リーグ情報を土井ちゃんからです。はい、世界選抜に選ばれるなどワールドワイドな活躍の中田選手と J リーグの情報を合わせてどうぞ。イタリアサッカー協会100周年の記念舞台で後半10分、中田に出番がやってきた。ところがポジションは左のサイドバック、パスの出しどころもなければボールも回ってこない。世界選抜として2度目の出場も見せ場は作れず、残念ながらこの日ばかりはアジアのスターも肩なし。そんな中、現在セリエ A 得点王のバーティー、そして不調ながらも怪物ロナウドが存在感を発揮。まさに世界のスーパースターらがお祭りムードを演出した。ゲームはアズーリが6対2で世界選抜を下した。来年6月、日本代表が特別出場する南米選手権の組み分けが発表された。日本は開催国のパラグアイ、ペルー、ボリビアとともに A 組に入り、6月29日からご覧のスケジュールで予選リーグを戦うが、果たして。ユエル J リーグは来季の日程を発表。2ステージ制の J1 は3月6日に開幕する。リーグ戦では延長同点の場合引き分けとなり、 PK 戦はなし。水曜開催が原則のカップ戦は4月7日スタート。熱気あふれる試合をすることが J リーグにとって一番今望まれることだし、一番足りない点、そういった意味でぜひ選手が発奮して来年も頑張ってもらいたいというふうに思います。横浜フリューゲルスを存続させる会が要求していた横浜 F マリノスから F を削除することに対して、昨日全日空側は相変わらず拒否の最終回答。しかし一方で、将来使用の申し出があった場合は J リーグなどで協議して検討すると回答した。これで終わりという形じゃなくって、まだまだ今後も活動を続けていくってことですね。そして選手のみならず去就が注目されるフリューゲルスのエンゲルス監督は、来年ジェフで指揮を取ることが決定した。また来季の続投が決まっていたセレッソ大阪の松木安太郎監督が15日突如退団することに。理由はセレッソ鬼竹社長との確執が伝えられている。ベルマーレに別れを告げたロペスは大補強中のグランパス切りが確実に。残留の決まったピクシーも大歓迎の様子だ。スーパーリーグルシーグラゴミンダアコドジドトガでちょっとできるケースだからちょっとビッグプロスザグランパス先ほど終わったばかりのアジア大会の決勝戦、あのダイイラ7人のワールドカップメンバーを並べたイラン、前半6分、20歳の新鋭キャリミのゴールで先制すると、26分にはバゲリが追加点。後半マハダビキアがラフプレーで退場するアクシデントもあったが、イランは最後までクウェートに付け入る隙を与えず完勝、3度目の金メダルを獲得した。イラン優勝ね、グランパスはだいぶ強くなりそうですね。なりそうですね、新しい補強しましたしね、ピクシーも残ってよかったと思いますね。はい、そしてですね、中田君ちょっと寂しかったですね、あの左のバックじゃね、やっぱり彼の持ち味出ないですよね。そうですね、あのフォワード動かす姿見たかったんですけどね。はい、なかなかね、はい、でしたね。さあ、待ちどうさまです。2週にわたってお送りいたします年末スペシャル。さあ、早速こちら、応募総数8532通、98年もう一度見たいあのシーン、今年も本当にたくさんのおはがきありがとうございました。はい、ありがとうございました。応募総数が8532通で本当にすごい数ですね。どんなシーンが飛び出すんでしょうか、楽しみです。いただきました。
それではまずですね、リクエストの多かった30位から12位までを一気にご覧いただきましょう。どうぞ。98、もう一度見たいあのシーン。30位、高校サッカー雪の中の決勝、おめでとう東福岡高校。29位、さよならアルミレース。28位、市川大輔 J 初ゴール。27位、誕生日にブラジル流の手洗い祝福を浴びた奥大輔、粉まみれ。やった、岡ちゃんも入った、そのジャージ姿が。25位はジュビロの勇姿。ファーストステージジュビロ優勝です。24位小倉貴文復活団、みんながこの日を待っていた。女の子からリクエスト集中、アンダー19ユース代表、来年のワールドユース本大会も期待大。22位、ストイチノクの30メートル弾、爆弾ゲーム、横向いてパス出すから。やっぱね、あー、クロアチア向こうじゃない、チリ、イラスト付き。さらに今日第20位、パフォーマンスが見たい。ナナミの家、メジャーリーグサミソーサの真似、ノーススパフォーマンスもいただきました。第19位、そしてこれがピクシーマジック、股抜き。18にランクインした小野伸二が見たいとの声にスーパーサッカーはお応えします。伸二スタジオ生出演決定、来年1月9日乞うご期待。17位はあの人のハットトリック、初体験、全て思い切り、まあ、いい結果につながってよかったと思います。平野君でした。これからも応援してください、よろしくお願いします。16位は大逆転ゲーム、11月3日ワールドサイレッツ、アジアユースガイの小野のボレーシュート、福田のゴールで2点のビハインド。残り時間はあと5分、だが決めた上、さらに残り1分、上昇時エースの声をかけた同点ヘッド。そしてロスタイム、上のスプレーパス、これをエンド、マリノス涙の大逆転劇。このゲームなくして今年の J は語れない。15位、ナナミが見たい、つかさで珍しい右足シュートとリクエスト殺到、切れたドゥンガーにナナミ呆然。ジョルジーノ、思いを込めた渾身の一撃。Eu queria aproveitar o máximo possível, uma que eu queria dar 100% do que eu tinha, então, por esse jogo, pra gente ser campeão. E outra que eu sabia, né, que dessa possibilidade, então eu queria dar tudo. この冬、4年にわたる日本での生活にピリオドを打ったジョルジーノ。その間、我々は本物のプロフェッショナルとは何か、彼が多くのことを学んだ気がする。誰も真似のできない数々の偉大な足跡を残し、この4年間、
os jogadores e eu tenho certeza que eles assimilaram isso porque a gente não vê nenhum estrelismo no Kashima. Tem grandes jogadores que conseguem se destacar, são jogadores, por exemplo, que vão para a seleção, mas que não tem nenhum estrelismo aqui dentro, todos são iguais. Eu procurei passar aqui. フロンターレの野望、それは本当にあと一歩まで実現に近づいていた。だがしかし、アビスパ、ロスタイムの同点だ。そして次々と J1 残留が決まるその陰で追い詰められていく敗北者たち。だがそれでも男たちは戦った。そしてアビスパ、いろんな今の J リーグの問題があまり嫌なってきた部分もありますから、帰るべき家をなくしてしまった狩岡は11月14日ファンの称える声の中、静かにスパイクを見えた。一番つらかったっていうのは多分やめなきゃいけないということじゃないかなと思いますけど、ラモスがもう一度見てみたいと願ったシーンがある。シュート、ラモス、ラモスでシュート、うわあ、改めて見てもあのゴールはもうね、素晴らしいゴールですね。ね、でもジョルジーニョ選手と、ね、うん、ラモス選手の対談、本当に寂しいですよ ね。ここはやっぱりあの今まで J が開幕して6年ですよね、はい、その中でもやっぱり引っ張ってきてくれたラモスが辞めてしまうというのはすごく寂しいですし、それとジョルジーニョが、ね、今まででは考えられなかった契約の問題じゃないですか。提示することさえなんかこう、ね、おこがましいというか、この額でやってくれと言えなかった、そういう問題で辞めてしまったというのもちょっと残念ですね。びっくりしましたけど、ね、やっぱりその彼が残してくれた功績はすごく大きいなと思いますね。でもあのスーパースターはいらない、謙虚さが大切だってことはね、非常にこう肝に銘じる言葉ですね、はい。とにかくですね、お二人とも日本サッカーに対しまして残した功績って本当に計り知れないものがあるんではないかと思います、はい。さあ続いてご紹介する選手もそんな一人です。tudo que tinha que ganhar com a seleção brasileira eu ganhei, então não posso querer mais. Se tivesse começado tudo de novo, eu começaria sem problema nenhum. 12月14日、世界選抜に出るため日本を立ったドゥンギ。そして彼はもう帰ってこない。Eu acho que não tem uma partida, né? Acho que o segundo turno do ano passado, quando foi a primeira vez que o jogo ganhou, acho que foi marcante ali, deu início.Há um trabalho, uma nova etapa no Júbilo, né, de conquistas, de vitória. E naquele momento eu vi que o meu trabalho, como os outros, estava tendo resultado. Dunga, 97年 J リーグ年間MVPに輝き、ジュビロは今やチェック氏の強豪チームに成長した。この3年間原動力であり続けた彼は今年退団した。さようなら。ルンガといえばやっぱりこれでしょう。第11位、ルンガのサッカー教室。まずはイラストでもらったこのシーン、分かってたよね。島根県の加藤さんからはこのシーンに流す曲をリクエストまでいただきました。それではどうぞ。最も怒られた人、山西、お前いつもいつもポカンとしてちゃ誰だよ。いいか、相手仲間の動きを見てなきゃ誰だよ。
そしてこんなイラストもありました。山西に激突していくドゥンガ。お前な、いい加減にしろよ。あ、向かうのか。うん、お前パンツ下げようってか。あ、やべ、抜かれちゃった。もう勘弁なんで、かっこいい。いいか、何が何でも体を入れて、前、後ろ、いいか、前、後ろ、ガン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 と止めるんだよ、分かってんのか。ちゃんとボールに行ってるじゃないですか。ファールじゃないっすよ。ねえ、ふざけんじゃねえよ。オラオラオラ、さあ皆さん、ゴール、ブーブーブー、ゴール、ブーブーブー。だから、プロはな、いつも切磋琢磨で向上心を持って。だから、聞いてんのか。だから、ごめん、少し鼻が高くなってんじゃねえか。天狗になっちゃダメだぞ。Sempre sono Pelé, non esiste Pelé, so c'è uno, Pelé, Maradona, c'è uno solo. これまでに身振り手振りでサッカーとは何かを教えていた。愛に満ちたサッカー教室で、ドゥンガはフィールドの先生だった。ドゥンガは日本の選手に本当に教えたかったものとは。É porque não era um futebol competitivo quando eu cheguei aqui, né? O pessoal jogava mais para jogar, mas sem ter um objetivo de vencer, de ser de ter um reconhecimento, né? Então eu consegui convencer, consegui mostrar para eles que para chegar na seleção japonesa era mais fácil o judo sendo campeão. 競争心を持ちなさい。日本代表を目指しなさい。Todos os torcedores japoneses sempre tiveram comigo, né? O incentivo que nos deram. Espero de ter deixado uma ótima recordação para eles. E mesmo estando no Brasil, vou estar torcendo para o Japão. Minasan, domo arigato. いやー、ドゥンガさん、本当にこちらこそどうもありがとうございます。申し上げたいです。いやー、もうドゥンガ選手のおかげでもうジュビロもね、まさに日本一のチームになったと僕は思いますよ。そうですね、うん、ドゥンガっていうのは代表を目指せっていう言葉出てましたけど、はい、やっぱり代表を目指すには自分が何をしたらいいかっていうことがおのずと分かりますよね。うん、でそれでもうピッチの上で自分が活躍しないとやっぱり代表にも呼ばれないし、うん、そのためには競争してもう本当に味方から勝っていかないと代表にはなれないわけですよね。もうそういう戦うことを教えてくれましたよね。でもね、これはもうサッカー界のみならずね、ああいうこうドゥンガみたいなうるさい親父みたいな人がいないと、うん、日本は伸びていかないんじゃないかと思いますよ、これから。そうですよね。ピッチの中で喧嘩が始まらないとね、ね、今のサッカーはダメだと思いますよね。そして、まあ、ドゥンガ選手の、ね、イラストをはじめとしてね、今回はかなり綺麗なイラストが、ね、目立ちました、ね、多いですよね。はい、可愛いの多いですよね。それでうまいですね。なんでこんなにうまく描けるんですかね。どうやってはね、特になんか、アンダー19度、これなんか、はい、とても可愛いですよね。ランキングね、30位から11位までをご覧いただきましたがね、さあ、本当にね、個性的といえばですね、大変こちらも個性的なおはがきを頂戴いたしました。はい、Fジーコ、Fパパが見たいなんて昔のリクエストも送ってもらったんですが、あくまでも98年を振り返ってのことなので残念ながらバッチ。しかし中には38票とランク入りするリクエストもあったので、ちょっとだけお見せします。 I say hello hello oh yeah 何もいらない。皆さん、来年はお間違いのないように。さあ、この後はあの男たちが選んだもう一度見たいあのシーンだ。98年 J リーグベストイレブンが発表された J リーグアウォーズのパーティー会場で、美穂ちゃんがドゥンガに、柳沢に、そしてゴッちゃんに直撃。今年98年もう一度見たいシーンとか、はい、
そう、ベストイレブンたちが選ぶ98年もう一度見たいあのシーン番外編。チャンピオンシップの、2戦目 の、 あの、僕のゴールとあとビスマルクのフリーキックです。優勝を決めたこの2発、まずは秋田の豪快ヘッド、そしてビスマルクのビューティフルゴール。今年17点入れられることができたんで、その17得点の全部見たいです。なかなかないんで、オーバーウンド2は。でも最後のシュートはやっぱり一番、まあ、アントラーズ戦の、チャンピオンシップの得点は、まあ、嬉しかったですけど。ごめんなさい、このシュートだけで勘弁してください。俺中ですね。本当ですか？いや恥ずかしい、恥ずかしいからこそいいかなっていう感じ。ショマ選手の俺金を見せたい、はい、何回蹴っても115キロっていうのを見せてください。あら、エキン的壁です。レッド、お、あー、一緒だよ。チクショー、壁です。ショマの壁115。いや限界なんですかね。もう一度見たいシーンとかこういうプレーが見たいっていうのをお聞きしたいんですけど。お前がラスト、ゴールスタートとフィールズ、コントロールガンバね、このところに。非常にパッチの、まあ、自分の得点シーンなんですけど、それは試合、得点シーンを見たいです。ジョボカップ、柳沢のハットトリック。でもちょっと待った。これは来週ランクイン。中山さんのやっぱゴールシーンがやっぱ見たいです。どのゴールシーンです？ワールドカップの。炎のゴールハンター得点王の中山です。僕の得点シーン全てです。全てですか？だからあのスーパーサッカーでしょ、はい、スーパーサッカーが全部この編集してくれて、はい、中山の今年の全ゴールシーンっていうね、そうゴールシーンのビデオを作ってほしい。分かりました。まずバッグ入れて、そして僕にプレゼントしてほしい。全てですよ。分かったって言いましたね。今言いましたね、はい、いいですか、いいですか。今分かりましたって言いましたからね。じゃあ私がよろしく。はい、わかりました。絶対ですよ。わかりました。もう、はい、いただき。それできなかったら君もらうから。あらら、美穂ちゃん約束しちゃって大丈夫？この続きも来週。どうなる美穂ちゃん？そして柳沢ジョブカップのハットトリックは、ワールドカップのゴンゴール果たして何位に？来週こうご期待。はい、美穂ちゃんですね。はい、柳のあのハットトリックはですね、来週。はい、それからですね、やってしまいましたね、ゴンちゃんに全部ですよ、37。やってしまいましたね。どうすんですか。やってしまいました。勢い余ってちょっと約束しちゃったんですけど。いやー、でも知りません。そんなこと言わないでくださいよ。ルイちゃんさ、はい、あとまあそうなんですよ、ちょっとね、うん、剥がしちゃいましょうか。ワールドカップ入ってるかもしれないかなと思ったけど、来週に戻りますか。やったね。さあ、それではプレゼントです。はい、今週はビーズの稲葉浩志さんが歌うスーパーサッカーのテーマソング「チェイン」を収めたマキシシングルを抽選で200名の方にプレゼントいたします。はがきに住所、氏名、電話番号と来年活躍が期待される選手へのメッセージなどをお書きの上、ご覧の宛先までお送りください。お待ちしております。さあ、来週はいよいよですね、もう一度見たいあのシーンのベスト10ということで、ワールドカップのシーンもたくさん出てくるんではない。問題は何位に入ってくるかということなんですかね。いや、これはたくさん入ってるでしょうというか、もう全部ですか、ね、もう来週は特に永久保存版ですね、それから明日といえば天皇杯の4回戦なんですね。はい、はい、もうこれはもう J リーグ同士が戦いますからね、はい、まあ、激しいぶつかりになると思います、ね、はい、こちらもご期待ください。というわけで来週ベスト10どうぞお楽しみに。この番組は資生堂、富士通とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。松坂西武入り決定。西武を救え、西武ザ西武。